のバグで落ちちゃった。ありがとうございます。うん。ちょっと一発一戦交えた。早いからさ。まあ、三秒で。言っちゃうんだ。パジャマで来た。パジャマで来た。バナ、バナチョチョ、バナ、バナチョチョ、知ってる？おじさんのやつ。ドンキに、ドンキで、パジャマでドンキ、知らない？知らない。知ってるよね、みんな。そんな歌あるの？いや、歌じゃないよ。TikTok の、あの、おじいさんの。TikTok で。パジャマでドンキ。バナ、バナチョチョ、バナ、バナチョ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 レイさん、お疲れ様です。あー、お疲れ様。たくまさんも、お疲れ様です。なんか、昔、ボクシングジムで、あの、スパーしたの覚えてくれてるでしょうか？あー、そうなんだ。あー、もう、強烈なパンチで驚きました。たくまさんもね、スパーク出ればよかった。ランクも十分なんで、なんで、前回のスパーク出れなかったんでしょうね、スパークが。たくまさんね。ランクも垂れて、ランクも垂れてるし、ね、強さも十分なのに。もちろんバトルしますよ。バトルしよう。もちろんバトルしますよ。バトルするために。お願いします。ごめんなさいね。たくまさんの機嫌を損ねるために何か言ったわけじゃないのでね。あ、うん。キャリーさんもね。僕、あの、リンとはお互いブロックしてるんですね。仲が悪くなっちゃって。まあ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 、それがなんか、あの、影響しちゃってたらごめんなさい、なんか。大丈夫だよ、私は。いや、だりんちゃんとまだ仲いいんですか？私ね、実はりんちゃん喧嘩しちゃって。ああ。今ね、ちょっとね、絶縁中なんだよね。あいつちょっとしたことで切れるから、もうしょうがないですよ、ね。そうそう、ありがとう、ロンちゃん。じゃあ別にお互いもうブロックだから。そう、ブロックはしてないけど喧嘩しちゃってる、ね。うん、あの人へそ曲がりだから。そうそう、たくまさん俺のことなんかあんま機嫌悪いのかな。
ちゅうちゃん、別に2人の恋愛の中は邪魔するけど、全くない。恋愛じゃないよ、ここは恋愛じゃないの。だって2人で一緒に飯食ってたら、普通はそう思うんだけど、まあごめんなさい、友達だね、間違えた、申し訳ない。そう、あのお互い恋愛じゃないから、なんか喧嘩売るつもりないから、あの長くしてるっていうことかな。あゆむちゃん、ありがとう。たくまさんとは仲良くしてるってことですかね。仲良くしてるよ。今ね、たくまさんと同棲してて。じゃあそれもう付き合ってるってことじゃん。付き合ってはないけど。同棲してたら付き合ってるってならない。入管ね。いや、文句言ってるわけじゃなくて、同棲してるんだったら普通付き合ってるってならないかなと。ケチをつけてるわけじゃないですからね、タコマさんも。リンさん、ラモさん、キャリーさんも。同棲してるんだったら付き合ってるんじゃない、な違うの。付き合ってはない、なんか不思議な関係。いやでも同棲してるのに付き合ってないって結構不思議ですね、本当にね。いやなんかね、ちょっとね、違う、兄弟みたいな感じなんだよね。どっちが年上？年上は私なんだけど、ええ、私が妹みたいな感じ。おー、あごまさん、だってスパーリングした時、ボクシングスパーだけど強かったですからね。すごいパンチ良かったから。ボクシング、そうだね、強い。いや、だからよくわからないのよ。その時もゴールド以上のランクあったんですよ。たくまさんが呼ばれてないのもよくわからないし。スパークいたけどね、たくまくん。だから、お客さんとして。お客さんとして。でしょ、選手として呼ばれてても十分な強さあったのに。選手でもよかったけどね。まあ、ゼロワンさんとなんか、うまく、いかなかったのかな、よくわからないけど。ゼロワンさんと、ゼロワンさんと、まあまあ、そんな深い字は僕も知らないので。そうだね、まあ別に、たくまさんの機嫌を損ねたくないので、何も、それは、ね、これ以上やめときましょうね。こぶしさんが勝手やってくれて、ありがとう。そうだ、2から始まった、総合フォローでありがとう。あ、まあR から始まると思う。ふわちゃん、皆さん無料有料お願いします。ありがとうございます。フォロバー義務じゃないですかね。今週350倍も。I から始まると思う。フォローさせていただきます。差し込み来るかもしれない。フォロバー義務じゃないですからね。350倍ありがとうございます。漢字2文字の方、ありがとうございます。東部フォローもありがとうございます。漢字2文字の方。おじさん、こんにちは。漢字が全部で6文字。差し込み来るな。さて、絵文字また。スパチャーカンとフォローさせていただきますが、フォロワー義務じゃないので。負けないように、お願いします。負けませんね。で、キャリーさん、ランク上じゃないですか、これ。C から邪魔方、おじさん、こありがとうございます。バチャガンと総合フォローも C からにはまたありがとうございます。うるさかった。ありがとう。2からにはまた総合、ご無事さんからありがとうございます。お礼にフォローさせていただきました。フォロワー義務じゃないの。あ、もう時間ないですか。もしよかったら、もう1戦ぐらいはと思ったんですが。もう1戦？はい。まだご飯は来てないから。漢字、5文字の方も。フォローさせていただきます。ありがとうございます。もう一戦だけしましょう。もう一戦だけ。あ、わかった。すいません、たくまさん、なんか機嫌悪かったらごめんなさい。僕を怒らせたんだったら。悪くはないって。あから始まる。にもにもとありがとうございます。フォロワー義務じゃありませんので、講師3回。ありがとうございます。今、そちらは何のイベント出てますか？私ね、拳のやつ。あ、僕も拳のやつ出てるんですよ。あ、一緒だね。でも、ゴールドとゴールドプラスはランクが違うはずだから、重なら ないはずなんですけど、ね。そうだ。私、ゴールドプラス。
すごいですね。全然まだまだ。みんな負けたくないので。いや、すいません。なんか、高本さん、機嫌損ねたら申し訳ないです。機嫌を損ねてはないよ。いや、何にも反応してくれないんで。申し訳ないです。高本さん。なんか、あ、ゆめちゃん、10個ありがとう。機嫌が悪いから、なんか、仕方されてるのかもと思っちゃって。あ、これか。あ、ここか。あ、ごめんね。ランキングの見てた。あーね、大丈夫です。あと3分半も まだバトルありますから。拳ありがとう。こっちも応援してくれたら嬉しいです。ありがとうございます。よければお願いします。これなんか番長バトルに出てるとなんかバトル利益がなんかランキングに上がるらしいですね。そうだね、上がるみたい。あ、拳で3個ギャラの義務になったフォローさせていただきますが、フォローバーの義務はありませんので。そうだ。マッカラ始まる方もフォローさせていただきますが、拳の俺にフォローバーの義務は全くありませんから、よければフォローさせてほしいけど、 X もフォローしてます。エクをフォローさせていただきます。マカラ始まる方。あ、ユから始まる方もありがとうございます。フワちゃんさんと総フォローでユから始まる方もありがとうございます。ありがとうございます。美味しそう。コから始まる平野さんもありがとうございます。フォローさせていただきますが、フォロワーの義務は全くありませんから。よかったらフォローさせてくださいっていうことですね。ここから始まったね。ゆから始まるひらがな読むにはどうも、フォローさせていただきますが、フォロワーの義務は、ま、ありませんから。お教え参考ありがとうございます。こぶしください、皆さん。皆さん、拳ください。拳を出します。力邪魔の方も、拳3個の俺にフォローさせていただきますが、フォロー場の義務ありません。拳ありがとう。皆さん、拳お願いします。拳、え？どうした？止まった？力邪魔の方も、X もフォロー場させていただきました。あ、フォローさせていただきました。M から始まったもフワちゃんカンとフォローさせていただきました。あの、お口のお礼に。フォローの義務は何もないですから。有料もお願いします。フォローの義務は何もないですからね。あ、R から始まったもフォローさせていただきましたが、フォローの義務は何もないですから。ハートで囲んで力始まる方も殺させていただきますが、転ばの義務は全くないですからね。ありがとうございます。おぼしさんからありがとう。お願いします。ひらがなの木から始まる方も殺させていただきますが、転ばの義務はフォロワーの義務もあんたからませんか。力邪魔の方も、あ、木から始まる方もフォロワーでもないですからね。ガリさんもフォローさせていただきますが、フォロワーの義務もあんたくないですから、よかったらフォローさせてください。ゴマさんもありがとうございます。私はね、フォロワー状態でしたね。カキフライ卵フリー、K から邪魔の方もフォロワー状態。あ、どういうバーで食べてるんですか。見からにもらったな。どういうお店なんですか。ここ定食屋さんだね。あ、なるほど。
とご飯食べるから一回来ました。あ、了解です、了解です。お疲れ様です。あ、ごめん、ごめんね。貴重な時間ありがとうございます。またコラボしようね。ね、ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。ぜひお願いします。あの、すいません、カレー切れた、あれ、宇宙人、切れたんだけど、宇宙人ですか？切れた。何だったんだ、切れた。宇宙人、いただきます。カシンに似てるよね。あ、カシンと似てるかも、確かに。これサバ。サバ。私はカキフライ卵丼を釣られてもらった。そう。クマちゃんが面白かった。美容所。これカキ、これカキフライ。あ、カキフライお芋。ありがとう。未来そう。パパも美味しそうだね。Thank you.
卵とじ丼。何じゃん？
たくまくんが、ね、たくまくんにそうなって見られるんだったら、ね、もう一回言うよ。やっぱ行こうかなって。言わない。悩むな。言わない。見えた。見えた。が電話変わってる今。たくまくんが今電話話してる。話してる今。かっこいい。変わった。じゃあどんな感じだったの？状況だな。お薬さんだ。お薬さん。どんな会話したの？どんな会話したの？会話が悪聞こえなんですけど、いやそれは大丈夫です。あ、大丈夫なんですか。はい、失礼します。わかんない。女でね、多分ね、40代は行ってないのかな。電話してくんな、キモいかな。キモいんだよ。あまりがあったね。大丈夫って何で拓真君声が入るのは別に問題ないから。すごいね。こんな怖すぎる、マジで。わざわざ調べてこうやることないんかね。でも綺麗な声だ。そうなんだ。なんだろうね。どっちなんだろうね。どっちのアンチ？俺はでも初めてだからここで。俺しょっちゅうここ配信やってんだけど。ワンギリだ、次。スマホで。
そうですよ。アングルがさ、こうなると入り口映るから疲れてるかもしれない。見えにコメントがあんまり見えない。ちょっと。
うん、うん、ありがとう。キャリーちゃんはね、行ってね、すぐなんかこう素直に受け止めてくれるから気持ちいいよね。指摘もしやすいし、あら、よかった。あ、でもない、こうでもないとかね、でもだってとか言われるとね、勇気なくすけど。確かに今のやつだってね、プラスじゃね、絶対。うん、そう言ってくれることがね、嬉しい。うん、うん、今ひげ面だからじゃない、これ。ひげなくてもいいかもね、確かに。これね、口角なんか傷が入ってるのかな、こうやってってるんで、うん、かも。これ明日口角来るからうんこあげるよ、綺麗なやつ。キャリーちゃんね、結構覚えてるよ。結構覚える。今日もね、洗濯物干してる時にさ、タオルとかの長さずらすといいよって言ったら、もうそれずっとやってるしね。そうだね。記憶力はいいかも。レンジの鉢びっくりした、あれ。あ、ほんと覚えてて、なんか会話聞いてる時にさ、あ、忘れたんだなと思ったら、うん、覚えてたから。そう、覚えてた。たくまって人に対して自分絶対だよね。どういうこと？たくまくんがしっかりしてるからね。なんかそう、なんか私に教えてくれるというか、言ってくれるのは嬉しい。ダイヤル8に回したら、米の回答できるんだけど、それ教えてたんだよ。自分が絶対的でいないと気が済まないっていうか、今この話でそれを感じたのであれば、あなたがそうなんじゃない？そう、言ってくれるのは嬉しいよ。いや、年下とか関係なくなった、普通に。そうだよ。なんつんだっけ、それ、ことわざあるじゃん。聞かぬ、聞くのは一瞬の恥、聞かぬは一生の恥。ああ、聞いたことある。あと百聞は一見にしかず。ああ、あるね。ああ、配信できると思う。あ、そうだね。あ、きなこフレンズありがとう。ありがとうございます。
ば、あのメガネが会社に来たら、そこでカメラにして、撮ろうと思って。あ、本当。うん。かわいい、ありがとう。私もたくまくん家には帰るよ。うん。だけど、靴下行くんだべ。あ、そうそう、靴下行く。ありがとう、盛り上げ猫さん。似合いそう。あ、本当。首元。ゆかりちゃん歩くの遅いからね。俺がいつもフレームアウトするんだよね。あ、そうなんだよね。歩くの遅いから私が。そうね、横浜神奈川べって言うんだよね。え、そうなんだ。俺も土佐に出ちゃった。ダメって？あんまり言わないんだけどね、配信上で言わないんだけど、友達いる時に言うんだよ。へー、初めて聞いた。じゃんと。あー、ダメって。へー、中井くんとかね。中井くん、あー、スマップの、あー、へー、くに、あおいもありがとう。これ、あ、あちゃん、ありがとう。咳払おっさんがいる喉に、おっさんがいる首そう、絡む脅しにならないようにお願いいたします。許可取れる。あ、本当。やった。眉毛ないね。ニキビあるし、ここと。眉毛ないんですよ。生えてこないのよ。自分はね、なんか収まってきたからいいかなと思ってんだけど、行った方がいいやん、絶対。あかしんくん、もしもし、あ、今日さ、うん、あの、あけぼのさんとか行こうかなと思ってて。私も行きたい。で、なんか今、なんかあの、キャリーちゃんが歌手に来るのに行きたいって言ったんだけど、それ本当？あ、言ってた。でもしよかったら、もうこれも多分11時ぐらいになると思うんだけど。うん。うん、もしよかったら。え、迎え来てくれるの？いや、さすがに。ああ、そうだよね、そうだよね、ごめん、ごめん。いいよ。あ、カシン君11時ぐらいに行くの？うん。え、じゃあ私も行こうかな。あ、マジで？わかったわかった。あの、黙ってるね。あ、わかった。うん、ごめんね。ちょっとあの、俺もほら帰り、ほら、あの、埼玉帰りに行けないから来れないんだけど、大丈夫。あ、大丈夫だよ。あ、本当？これ新宿駅ぐらいあったら来れるかな。あ、そうだね。まあ、え、ダメ？あ、始発で帰るようにね、して、私も。本当、分かった。じゃ久しぶりに会えるね。久しぶりに会えるね。うん。え？ヒッタ。お前、ブレブレだな。ごめん。さっきまで。大丈夫？あれ、くん。
コロ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 あれくんあれくんかんちゃん何してるの今たくまくんとねご飯食べてた。おぉたくまくんやこれレイくんにもらったやつ。あれくんにもらったやつ。あ、チャンプくんうまいな。いやちょっとバトルしていただけないかなと思って。あ、バトルいいや。いいよ、レイくん。いい、うん、いいよ。なんかかける、うん、今日もじゃあレイくんに勝ったら手つなぎデート。手つなぎデート勝ったら。そう。オッケー。レイくんが、うん、これが勝ったらたくまくんにハグだろ。え、なに？たくまくんに。うん。じゃあたくまくん聞こえないようにして。あ、聞こえないように。聞こえない。あ、オッケー。あ、たくまくん離れた。ハグ。たくまくんにハグ？うん。後ろから。あ、オッケー、オッケー、後ろから。後ろからもう。バックハグ。オッケー。これが勝ったらね。あ、レイくん勝ったらね。20秒。20秒。うん。オッケー。あれ三十やっぱ30秒。あ、30秒ハグ。バックハグだよ。バックハグ。バックハグを30秒。30秒。俺が勝ったら。レイ君勝ったらね。うん。うん、私が勝ったらレイ君とデート。あ、いいよいいよ。オッケーオッケー。オッケーオッケー。しゃ気合が入ってきたぞ俺。気合入れるぞ気合入れるぞ。よっしゃぶった切るぞぶった切る、レイくんをぶった切られるかな、これぶった切ろうよし、行くか行くかよしよし行くぞ、みんな負けたら、カリちゃんとデート勝ったら、たくまくんにバックハグ30秒カノナイス無料アイテムありがとう。うわーやばい、もうこの勝負が一番おもろいかも。おもろい、おもろい感じに5個ナイス、これがおもろいかも。チャーレイ君、タクソンいつも負けてるから今日から麦わらに来てきた、ありがとう、2個ナイス今日はレイ君に勝つぞ。ニューナイス3個、それぞれナイス。あー、ばんちゃんありがとう。ちょっと大丈夫か、これ勝ちます。10個ナイス、ありがとう。10個あー、ありがとうございます。今日から麦わら、勝つ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 なあ。ありがとう、ありがとう。ちょっと一味がおらんのがちょっとやばいな、これ勝たせてください。バックハグやからね、30秒、たくまくんにうん止まってる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 。勝つぞ絶対に。あ、ごめん、ナイス、ありがとう。うわーやばい勝たせてください。グランブありがとうじゃあありがとう、ナイス。10個バックハグ、バックハグ30秒5個ありがとうございます。5個ナイス。おっと5個ナイスだ、5個ナイスナイス、5個ナイス。ハグみたい。ヘレン、今も麦わら系、そうだよ。いや、無料、拳の有料。うわこれはやばいぞ、マジで。大丈夫か、これ。さあ、ありがとうございます。どうさ、ナイス。あ、グローブ、ありがとう。で、みんな、拳お願いして、拳投げて。拳。あ、まさん、ありがとう。20枚ナイス。メガホンありがとう。お願いします。拳お願いします。グローブナイス、グローブ。うわ、10個。あー、負けてる。いつもレイ君負けてるから。ありがとう、10個ナイス。今日は勝たして。今日は勝たして。レイ君とデートしたい。いいよ。1万いった、いいぞ、そのまま、いいぞ、勝たせてください。
えできたし。ありがとう、番長。ニコライス。ごみ待機。ごっこ、ニヤニヤ、いけいけ、ごっこ、ナイス。お願いします、片付けください。みんな、拳、お願い、頼む、拳。ありがとう。うっちゃんもありがとう、ナイス。絶対勝とう。拳もお願いします。絶対勝とう。絶対勝つ。絶対勝とう。お願いします。いけるか、いけるか。A さんありがとう、初投げ。今日から麦わらに。拳、拳ね、あと。あちゃんもありがとうナイス、ニコ。上ちゃんもありがとうナイス。あ、グッタちゃんありがとう。いいよ、こぶしナイス。残り1分30秒。デート見たいでしょ、レイ君と。レイ君とみんなデート見たいでしょ。30秒やで、これ。バックハグやで。バックハグ。バックハグ。デートしたい。バックハグ楽しみ。ね、楽しい。阿部さんちゃんナイス。ありがとうナイス。ちょっと追いつかれてきた。ちょっと一味が全然おらへん。ちょっと待って。こぶしもお願いします。お願いします。ふーちゃんナイス、ありがとうナイス。いいよ。もうありがとうナイス。ネズミナイス。いつも負けてるから。いけるかこれ。大丈夫か。残り1分やからね。お願いします。差し込みお願いします。これファンタの差し込み全然あるからこれ。じゃあありがとうナイス。ガホありがとう。お願いします。残り30秒。うわあなんかデートしそうこれ。デートお願いします。キャリーちゃんありがとう。じゃあ行けない。ちょっとお願いします。気になるわ。デート行く。5個ナイス。お願い。20枚ナイス。残り13秒。ありがとう。ちょっとファンタだけ差し込み、ファンタファンタ押さえ込みたいな。お願いします。ファンタの差し込みだけ押さえて。お願いします。うわ危ないよ。負けちゃったー。たくまくんは？見てないやろ？たくまくん。見てない、たくまくん。あのどっかの、どっかのタイミングで。うん。配信中にバックハグ。配信中にバックハグ、今、今やったら明らかにあれやから。あ、そっか。うん、30秒。30秒。配信見られてたりして。力強いから、ちゃんと押さえてよ。ちゃんと押さえてね。ちゃんと。押さえて。固めるやね。固める。固めてね。力強いから。もう、たくまくんいなくなっちゃった。力強いからね。あ、逃げたんかな。逃げた。もしかして配信見て逃げた。え、あららら、ら、え、たくまくん、マジでいない。わあ、逃げたな。逃げた、逃げたな。どっかの配信のタイミングでキャリちゃんが、うん、うん、え、今あと何分の配信あんの。配信ね、いや、何分とか決めてなかったんだけど、今1時間ぐらいやってる。あー、じゃあタイミングはありそうやだもん。タイミングはあるね。うん。え、怒ってるの？たくまくん。誰が？いや、いや、いや、コメントで怒じゃないって言われただけだけど。たくまくん？怒んないでしょ、怒んないと思う、そんなことで。あれだからありがとうございます。ちょっとキャリちゃんとこみんなちょっと行って、あ、よろしくお願いします。じゃあキャリちゃん、配信中でお願いします。だ、配信中でバックハグね、うん、30秒30秒固めるね。ガチッと固める。固めるね、固める。じゃあすみません、それでお願いいたします。うん、みんな、はい、レイ君にもキャリーから無料アイテムお願いします。ありがとう。キャリーちゃん、じゃあまた、ありがとうございました。ありがとう、レイくん。またやろう。またやろうね。はい。かっこいい。レイくん似てる？顔似てる？レイくんかっこよすぎ。たくまくんなんで怒ってるの？
の？なんで？かっこいい。なんで嫉妬？あ、レイくんからありがとうございます。みんなキャリーからもね、レイくんに無理アイテムお願いします。タンクトップので怒った？え、ちょっと待って、ちょっと待った。あ、違う、カシンくん、カシンくん電話切られちゃった。あ、電話さっき切られたから。カシンくんにかけて。なんだ、エンディがふざけてるだろう。あ、もしもし。あ、もしもし、カシンくん、さっき私が切ったんじゃないからね。あ、そうなの？あ、たくまくんがいてね、横に。それで なぜか切られた。あ、そうなんだ。え、ひよこんと何、和解したの？あ、ひよこんね、和解してね、和解っていうか、なんかあの、ふわっちブロック解除されてて、はいはいはい、そう、それでなんか私が解除されてると思って枠行って、でなんかまあちょっと久しぶりって言って、あの匿名でだけど、あの豚のやつ1個投げたんだよね。あ、たくまくん帰ってきた。それで そしたら、え、ちょっと、それでね、豚の投げてね、そっから、あ、もう怒ってる？え、赤信君と電話してた。なんで？いや、ちょっとさっきなんか私切ってないからねって言って、ひよこんのこと聞かれたから、ひよこんのこと話してた。勝った？開けた。ついてる。え、てかメガネダメだったね。うん、え、もう大震災で行こうか。大震災ってメガネはちょっと欲しかった。うん、罰ゲーム何だったの？罰ゲーム何だったの？早く来た。アナ行きた、アナ行きた。
エムちゃんから。エムちゃん、あ、エムちゃんありがとう、ハートアナミ。どんな？どれで？ハートの中に見えるのはキャニーちゃん、タクちゃん、キャニータクちゃん。ありがとうございます。インスタかも。インスタ？タクマくんが？タクマくんがインスタの？誰の子かな？誰の子？私じゃない？さっきバックハグしたから。あれで？あれで妊娠したのかも。したか。おめでとう、ありがとう。授かったわ。授かった。え、どうすんの？俺の今座り来てるけど、俺座り、そんな身をも置いてお前飲み行くんか。誰誰知らない人。うん、まあ今はいいかな。な、今日だけ、その今日だけがあと何回許せばいいの？私。私。いつもそうだよね。今日だけ、今日だけって。さっき行かないって言ったりさ、期待させといて。やめてくれる？そういうの。いけないよ。わしの経済能力で大丈夫じゃ。そういうのじゃない。お金じゃないの。私がこうやって辛い時にそばにいてくれない人と子供育てていけない。タバコもやめてくんないし。タバコやめてくれる？じゃあやめない。わしについてこい。じゃあわしもやめない。やめないのかい。わし、わし妊婦、妊婦。わし、あんたがそうさせてんだからね。ダメだ、妊婦すな。なんで私だけ我慢しなきゃいけないの？お腹の中に赤ちゃんいるだろうが。じゃあなんで飲み行くの？私は飲み行きたいし遊び行きたいのに、なんであなたばっかりいつも飲み行くの？上司のと付き合いじゃん。誰？名前は？ケンジ。ケンジ？ケンジ社長と今日は飲み会があるから行かなきゃいけないんだ。いつも仕事仕事って言ってただの遊びでしょ。男に男にしか分からない気合もあるんだよ。ゴミ。ゴミだ。わしはクズだ。ゴミデブ。ゴミデブ。ゴミです。あんたなんてもうこっちからいらない。もうなんだと。ちゃぶ台返し。ちゃぶ台。今だけちゃぶ台ないから。ちゃぶ台ないけど。ちょっと待って、もう来たないのに。エンディ行くの今日？エンディどうなん、極悪豚男。行かないよ。極悪、なんだエンディ。あ、20倍、2個20倍、ナイス、ありがとう。カマブタエンディアと極悪豚男。行ってきな、もう。なんかごめん。なんかって何？なんかそう、無理、なんか。なんかって何？意味も分からず謝るの一番失礼だからね。じゃあ謝らない。うん。
ってる。ウォーキングもしないの？やる気あんのか？やる気はある。あるのか。お前腹見せてみろ、みんなに。ほら動け。困してんだろ、お前。困してないよ。なーめー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 言うな。名前何にする？名前、うん、何がいい？ケンジ。ケンジケンジ、うん、レミル。ネズミ無理。ネズミマジで無理。次はネズミに噛まれるの私。ネズミやばいで本当に。ネズミは、怖い。やだネズミ。いやー怖い、マジで苦手。キャーって。なんでネズミ来たかわかる？美味しそうだから。違うよ、タンクトップ行こうとしてるから。関係あるの？そんなのもわかんないの？ あ、グローブの。あ、ナイス。ナイス。あ、ありがとうございます。あ、ナイス。あ、ありがとうございます。ナイス。あ、たくさん。あ、ナイス。ありがとうございます。ございます。ありがとうございます。あ、ございます。ナイス。ステージさんのリスナーさん、ありがとうございます。あ、みなさんね、ナイス。ありがとうございます。すごいたくさん。あ、ありがとうございます。あ、ございます。ああざいます。これさ、なんか 0.00 何パーセント出ないね。あー、そうだね。すごい、ありがとうございます。一回も来たでしょ？来てない。わー、いっぱい、ありがとうございます。100列券すごい。わー、ありがとうございます。すごい。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、アラブの石油のやつ。オーマイガー、オーマイガー、イエーイ。あざいます。ありがとうございます。オーマイガー、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 ありがとうございます。セイジさんのリスナーさん、ありがとうございます。ございます。ナイス、ありがとうございます。ございます。すごい。反転してるから。反転？逆だよ。 逆こっち？そうだよ。あ、こっちか。どしろずめ。え、合ってない？合ってるや。 またね。 ありがとうございます。たくさんな。俺のと合ってたよな。え、たくまくんのと合ってた。うん。みなさん、ナイスはセイジさんにお願いします。無理アイテムお願いします。すごい、ありがとうございます。なんで今逆になってたかわかる？タンテストだから。タンクトップに行くから。え、もたくまくんも行かない。セイジさんだよ。なんで？もう今日6キロな、歩くの。あ、じゃあ朝始発で帰って朝歩く。一人で？一人でも。あ、そう。それ約束。できるのか？それ約束。オッケー、20周だぞ。10周は？3キロじゃん。6キロって20周、うん、じゃあ歩くわ。それ約束に。朝帰ってから。それ約束に。踏み台昇降30分。え、なんか多くなってない？多くなってない？あ、センさんからありがとうございます。朝ってか11時だったらもう始発で帰るしかないから。キャリーからセイジさんに無料アイテム、ありがとう。
絶対やる、絶対それ約束する。でも 20週はちょっときついかも。約束じゃねえじゃんお前。10週でもいいんじゃない。約束する。でも20週は無理かも。もう約束じゃねえじゃんそれ。なあ、だけど20週はな。どういうこと、何を約束すんの。10週だったらいけるかも。あーすごいね、80の行く前10週帰って10週。なんか汗かいて、お風呂入ればいいじゃん。ってメイクしちゃった。すぐじゃん帰んだから。メイク崩れる。だからお前はデブなんだよ。本当に歩くよ。な、20週10週。その甘えがデブなんだよ、これなんだよ。配信しながら歩く。じゃ今歩き行く。今メガネ買いたいんだけどな。たくまってマジで言ってるよね、怖い。なんか俺大根役者って言われるんだけどさ、結構ちゃんとしてるかもしれない。結構なんかこういう変なとこだけなんかみんな真面目に生きてるんだよね。ってことは俳優になれる。俳優になれるかも。さっきのくだり見てねえからだろ。違和感ブス。デブ。デブ。私の方見て言わないで。メガネ、メガネスーパーって安くないのかな。いやもう見る前から出ちゃった。値段とか見る前から。あ、違う違う、みんなみんな。あ、みんな。メガネスーパー。安い。ジーンズっていうのが分かんない。聞いたことはあるけど、ここら辺にはないのかな。新宿か。逆に新宿で買うっていう。あー、いいんじゃない。あれかな、許可取れたら許可やね、配信するし。安いんだったらね、本庁のイオンにある。行く？行こうかな今。うん、デブだしな。デブだし行くか、うん、デブだし、デブだし、デブだから行くわ。デブだから一緒に行ってやるよ。一人がいい？どっちでも。あ、一緒に。どっちもいいなら一人で行く。一人で行く。あの、たくまくん、そうだよね。一人でのほうがいいか。任せるっていうか、たくまくんもいてくれた方が道はわかるけど、いや、一緒には行きたいよ。行きたいけど、無理さすのは良くないかなと思って言ってる。なんかね、たくまくんはどっちがいい？たくまくんは行きたいとか、どっちでもいいんだ。もう帰りたいのかなと思って。プリンやばいな。ついてきてって甘えよ。リスナーさんが調べてバーっと送ってくれた。あ、優しい。まあイオン行くか。来てくれ。コメントでセイジさんにお礼したから、ありがとう。ありがとう。クビ。私が二人で行きたいんだよ。守るね。行って。私が二人で行きたいんだよ。たくまくんいじめるな。
と。なんか気持ちが楽になったわ。気持ち楽になった。よかった。ありがとうね。だってさ、皆様どう思いますか？この女が俺を求めてるんだってよ。あ、おしゃなしついてってやるよ。しゃなしね、ありがとう。あ、ありがとう。文句怖いよ。文句ないよ。文句ないよ。ありがとう。アイテムくれてる人が全てなんだよ、お前よ。あ？オラオラいいね。なあ。いいねって。あ、ごめん。課金もしないでガタ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 ラジコンしてこうとすんなよ。雑魚なあ。あ、金メガもいただきました。金メガありがとう。あ、この子からね。あほら、メガネ選んでもらおう。はい、選んでもらおう。あ、ありがとう。はい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 、課金者がこう言ってますね。雑魚め。あ、声が打ち上がってる。声ほら。え、あ、カメ食べてる。弱肉強食、でっかい魚、鯉やね。鯉が、映していいのか分かんない。あ、そうだね。鯉が死んでるのを亀が3匹がかりで食べてる。ねえ、一応あの映さない方がいいと思う。ねえ、こんなの初めて。ちょっと俺写真撮っとく。あ、写真、うん、うん、弱肉強食だ。お礼言おうね。あ、ありがとう。今お月様いるから。すごい。たくま意外とセンスいいよ。あ、ありがとう。たくまくんセンスいい。うん、こい食べてる。お月様ありがとうございます。ねえ、 X にあげてねってすごいね。カメって鯉食うんだね。すげえ。鯉食べるんだね。え、カメ4匹目来た。ほら。え、で、なんかちっちゃいさ、鯉が、うん、あれ子供なのかな、あいつの。うん。近くにいる。どうしたの鯉、あんたそんなとこ打ち上がっちゃって。なんかすごい。ね、弱肉強食や。弱肉強食だね。ありがとう。すごい世界だ。すごい世界だね。カメ強えな、本当に。カメもさ、顎強いんだな。ねえ、噛みちぎるってね。拳ナイス。ナイス。凶暴ガメがいる。レスナーが高くなった。はい、すいません。あ、ありがとうございます。レスナーが全然高いみたい。これだ。今日はどういう稽古を作る。なるほど、うん、ちょっと見本いいですか。あ、見本はいい、いいぞ。はいはい、おい、ガスコイガスコイ。大丈夫ですか。大丈夫。それじゃ あ, あの相手に届く前に負けちゃいますね。まだまだ訓練中だ。わしも訓練中なんじゃ。これから強くなる。こういうこと弱そうですね。まだまだ。それ部屋変えようかな。ダメじゃねえよ。ダメじゃねえよ。部屋変えようか。ダメだ。
わしについてこい。たくま、あ、キャリーちゃん余裕で投げれるよ。持ち上げれるのかな、たくまくん。しかも身長ちっちゃいとね、投げやすい。投げやすい。うん、ちゃんこ鍋、あ、ちゃんこ鍋作ってこんの。ちゃんこ鍋いいね。面白そう。相撲部屋みたいね。おんぶは疲れる。純粋に。軽かったらね、私が。まあ、まだいいけど。でもキャリーちゃん多分片手で持てんで、ね、俺。片手で？こうね。行くよ、うん。分かんないけどね。荷物もあるけど。荷物置いて。片手はすごいよ。首に手を置いて。せんや。あ、無理だ。片手無理だった。片手は無理でしょ。まだお姫様抱っこならね。片手は無理でしょ。せんや。せんや。わしもまだ修行が足らんの。まだ足りんの。うん、やっぱ あの親方の部屋で稽古積ませてもらいます。そうじゃ。はい、わしについてこい。目が張ってた、地面に。目が張ってた。なんかね、持つところがなかった、なんか引っかかりがなかった。持つところがない。うん、サーンって感じだよ。え、ドラム缶みたい。ちょっともう一回いい？いいよ。リベンジします。リベンジ。家臣にやってもらえ。絶対持ち上がらないです。家臣くん持ち上げれなさそう。やっぱ男っていうのは力あった方がいいからな。まあね、家臣くんもでも筋トレしようかなって言ってた。いいね、持ち上げてもらおうか。そうだよ、女の子なんだから。そうだね。ごっこないっすね、めちゃナイス、ありがとう。じゃあお姫様抱っこ行くか。え、やってほしい。されたことある？ない。ない？え、な、じゃないか。初めてかよ、お前。俺なんか覚えてない。ない気がする。うん。そうか。今日お番中あれだから。あ、そうだね、スカートだから。どうだろう、 お番中あれ。デブ、お前はデブだ。お前はデブ、パンパンやないか。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 できた、嬉しい。すごい、たくまくん力持ち。これをできる男として。そうだね。手回んなかった。なかった。途中だった。落としそうなぐらいだった。うん、でも落とすわけないよね。あー、センキュー。あゆめちゃん、ハートのみナイス。ハートの中に見えるのはキャリーちゃん、タクちゃん、キャリータクちゃん。ありがとうございます。
の話はしてないね、誰もね。服は関係ないか。びっくりした。ドラム缶のようにまっすぐだ。形状の問題です。形状の問題か。これで負傷したかも。大丈夫？痛い？キャリーを持ち上げて腕負傷。だから、もし、あのね、キャリーちゃん俺好きなんだって言われたら、私の全てを受け入れることができるって聞いて、そしたら、できるよって言うからどうせね、何も知らないくせに。じゃあ私をお姫様抱っこしてって。なるほど、そう言えばいいのか。それ言えば、その人の愛がわかる。できるかできないかで判断したら、これは筋力じゃない、心の問題、今の。あ、心ね。そう、心で愛してたら持ち上げれる。そう。筋力関係ないから、愛。あ、そうだね。カシン君にも言っとこう。ニコナイス、ありがとう。ありがとう、エムちゃん。大丈夫？大丈夫や。一応、あのひよこにもやってもらいな。ひよこ、絶対無理でしょ。え、絶対無理。いやいや、一応ね、念のためにこれできる人って、あのなんだっけ、シンデレラの靴の人ってなんだっけ、シンデレラのあのガラスの靴みたいなもんだから。ああ、ね、誰でもはできない。ああ、そうだね、真実の気持ちの問題だからね。確かに、俺は別に愛はないけど、俺は力でカバーできた。あ、それは俺しかできないやつ。あ、そうだね、特殊能力ね。すごい能力だ。力でカバーできたらいいけどね。あ、そうだな、できない人は愛するしか。そう。キャリーちゃん、もしかして俺のこと好き？まったく。またまた。またまた。本当は好きなんでしょ？それはどうかな。じゃあ俺に聞いて。たくまくんは、私のこと好き？まったく。神に誓う。本当に？ああ、ファイナルアンサー。ああ、約束しよっか。じゃあ私も約束するね。お前はダメ、お前はちょろいから。何ちょろいから、たつ。お前はちょろくて、あのコロ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 意見変えるからダメ。やだ。これ渡るぞ。今心もコロ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 。なあ皆さん。はい、いいよ。うん、はい。火をついたらどうせ配信できないからね。たくまくん配信つけなくて大丈夫。帰りつける。帰り、あ、帰り OK。 あ、そっか、落として、あ、切ってから、一応確認だけしてみてもいいけどね、キャリーちゃんが。どうだろうね、でも、医療商業施設は、まあね、
外で配信できる場所じゃないので、リスクを負う必要ないな。まあね、いいとこができたら ね、なんかここら辺に新しくダーツバーができたらしいんだよね。あ、そうなんだ。来てみたいんだよね。ね、ダーツ好き？うん、好き？私も好きだよ。本当？うん、ダーツ投げくるか今度。いいね。一応あっちにもあるんだけど、多分こっちの方が絵的にはいいから。負けたら、おごりね。オッケー。で、最初におごりをかける。ああ、最初にね。で、その次から、あの、負け的。負け的、あ、いい。5杯ね。5杯？ 1 回負けで？やばっ。3でいいや。5はきついな。3、2にするか。2でもいいと思う。キーラはね、記憶なくすことあるからね。うまい？うまい？うまい、ダーツ。あ、ダーツね。やったことないけど、なんていうんだったっけあれ。ブル、うん、ブルとかは入る。近い、静か。じゃあ俺が勝ったら、来月の家臣とのディズニーデートなしね。そこまでかける。ディズニーデートなし。たくまくん、うまい？俺？うまい。うわ、うまそう。なっこー。ゼロワン知ってる？知ってるよ、ゼロワン。ゼロワンで400ハンデあげる。あ、ハンデか。30、70で。あー。いいか。あー、400あったらまあ。いける？まあ、4、そうだね。ゼロワンって01っていうね、ゲームがあるのよ。そうだね、減らしていくやつだよね。最後ジャストゼロにする、うん、あ、でマスターアウトって言って、ブルかダブルかトリプルでしか上がれないっていう縛りつけるから。厳しい。で、3070の400ハンデのマスターね。ちょっと待って、これ絶対勝たなきゃいけないやつで。キャリーちゃんは条件何？私が、あ、でも家臣との行くか行かないか。そうだね。あ、でもそれは条件なんないな。キャリーちゃん、俺になんか条件ないの？あ、私が勝ったら、なんだろうね。え、難しい。ポーズ。あ、ジェルポーズ言うな。あれはペアチケットプレゼント。あ、キャリーちゃんに？ディズニーの。たくまくん持ってるって言ってたじゃん。それどうすんの？俺と行くの？それ俺のペアチケどうすんだよ。ペアチケはでもあれじゃない、あのカシンくんと行くとき。俺からペアチケ分取って、カシンと配信外でディズニーってこと？じゃあ一緒に行こう、たくまくん。それはダメか。じゃあたくまくんとディズニー。あー、罰ゲームっぽいね。罰ゲーム言うなよ。いない。罰ゲームっぽいな。罰ゲームっぽい言うな。ひどい。だってじゃないと、あの駆け引きならやん、あれ。まあそうだけど、罰として何か。あ、罰じゃないもん。それ俺ね、喜んじゃったらご褒美になっちゃうから。ああ。そう、あえて罰って。ああね、確かにそういうことか。罰ゲーム、俺と家臣のディズニー。罰ゲームだよ。罰ゲームの時間を本当にゴミにしてたよ。私より嫌だよ。一日の価値がゼロになる。それ価値じゃない。それ価値いくら失礼だよ。最悪だよ。最悪。合わないなのに。え？家臣とディズニーって何にすんの？
確かに気まずいね。それは本当の罰ゲーム。で金もかかるわけでしょ。確かに。あいうペアチケットあるじゃん。いやいや、あの中でさ、あれこれしたりさ。中でね。まあ、チケットも買ったりね。そうそうしたらおもろい。地獄だよ。会話なさそう。おかしい、歌くまくんと仲いいとか言ってるけどね。いや別に仲悪くはないけどね。配信外で何の得もないよ。じゃあ、うん、ペアチケあげる。あー、うん、いやペアチケちょっとなリスキーだよな。ちょっとこっちから出るものが大きすぎる気がする。あー、俺は別にキャリーちゃんと行きたいとかないキャリーちゃんとい、うん、ないね。まあね、彼女だったらね、うん、いいけど。俺が勝てば問題、300ハンデにしよう。じゃあ、な、30ハンデでいいじゃん、400ジャスト、俺701で、マスターで。あー、なるほど、ね、だって俺、最近投げてないから下手くそかもしれない。あーね、ね、それ、私もでも言うて。こぶしありがとう。でも違う違う、私もやってないけど、さすがに300ハンデあげるのに、最近投げてないのにハンデあげるまでのレベルじゃないと、まあね、ただのあのね、俺勝てるぜっつってボコボコになるやつやん。ダセーやん。まあ確かに、うん、それぐらいハンデあった方があって勝てた方がね、うん、まあ私が、あ、でも正々堂々とやる30で。いや、負ける絶対。そんなのさ、うん、あれじゃん、そういうもんじゃん、勝負って。まあ、勝負じゃん。先生どうぞってやる。うん、50でいこうか。30だと早く入るから。50でも、うん、やっぱ30にする。どっちでがいい、どっちでがいい。どっちでもいいよ、うんうん、楽しみだね。楽しみ。あーボールです。あーボールね。たくまくんって部活してたの？俺？してない。してないか。あーずっと腰振ってた。何部だそれは。パコ部。パコ部。パコ部だった。どう？嬉しい？嬉しい。たくまくんよく覚えててくれて、レフトって。あ、嬉しい。嬉しい。嬉しい。これわざとらしいな。なんで覚えててくれて嬉しいよ。あ、そう。うん。わざとらしいな。わざとらしい。嘘っぽかったな。嬉しいです。嬉しいよ。あ、そう。覚えててくれたんだね。なんかさ、あと20分だからさ、20分ここで時間潰して。あ、結構そんな遠い。あ、もう目の前。あ、それかか。うん。あ、そういうことね。する？あ、いいよ。デブチン。デブチン。あ、そういうこと。デブチン、ここでいい？いいよ。うん、ね。よいしょ。あ、そうそうそう。あ、わ、あ、あ。わ。か、これ。か？かかな。かっぽかった気がする。噛まれたらやだね。かなのか。かっぽかった気がするけど、かか、まだいるんだ。まだいるんだね。ね。ね。メガネ行くの目の前。これが。なはず。2時間で終わったら買い行こうっていう。うん、お二人好き、ありがとう。配信はね、イオンとかの商業施設はそのダメ。お、出てきた。あ、い、なんか噛まれた。あ、ち、気のせいかな。ネズミ、ネズミ。いやー、もうやめて、本当にやめて。たくまくん本当に怖い。私ネズミ、もう嘘つかないで。
演技じゃなくてガチで怖いから。え、ガチで今ビビったから、うん、ちょっと素早いでも素早い。もうネズミだけは苦手、無理ね。え、そんな本当にそうだよね、そんな言われたら。ドラえもんなの、地味におもろい。ドラえもんなん地味におもろいわ。ドラえもんじゃねえよ。次はネズミに噛まれるってやだ。ミッキーマウスネズミだよあれ。ミッキーマウスはキャラクターだから可愛いじゃん。ガチのネズミは怖いけど。新宿とかよく平気だね。でもみね、あの たまに 見るけどうってなる。あー、こう、 うわー。本当やばい。何今の。なんかもう叫び癖ができてる。クソでかい虫いたぞ今。クソでかかったよね今。ね、ボワーンうわーって目の前通ってって。顔と聞こえなかった今。いやびっくりした、何今のガ。なんだろう、いや、あの硬いやつ、カナブンのでかいバージョンみたいな、なんかよくわかんないやつだった。あー、そっち系か。顔を蹴った、ガチで怖かった。つられて声出た。ハムスター平気。そうだね、うん、小学生の時飼ってたし、うん、ただね、可愛いと思うけど、今触れないかも、なんとなく、うん、あ、インフルだった。あー、くらままちゃんお大事に、ありがとうございます。お大事にね。蛇が一番苦手、まあ言うよな、みんな結構割と。私、虫よりネズミが苦手だな。触れるってことはないけど、うん、あ、カラスも苦手。なんか一回あの新宿で朝方歩いてたら、カラスがなんか私に向かってこう飛んできて、ほんと私の頭の上スレスレピュッて、うん、なんかね飛んでって、めっちゃ怖かった。豚かと思ったんだ。何それ、めっちゃ怖かった。キャーってなって、私もブヒーって言わないと。え、ブヒーブヒー、うん、そしたらまた食いに来る。やだ、あ、これ豚じゃねえわ。やだ。動物に狙われやすい。もう間違われたのかな。カラス怖いよね。うん、何月だっけな、6月ぐらいか、5月6月が、うん、あの凶暴になるらしいよ、カラス。へ、子供がなんちゃらの関係で。子育て中、うん、もう誰にでも。俺もさ、北海道いる時にさ撮ったんですよ、もう誰にでも。え、撮った、カメラで、うん、配信でね、配信で、うん。カラスめちゃくちゃ頭いいっていうね。俺もあの鳥ふん2回 あるよ。マジ？それはないな、私2回クリーンヒットした。やば。最悪だ。ドンビに、ドンビ、あ、トンビ。あー、蓮舫さん最近どこにも投げてないの。蓮舫さん、蓮舫さん、レイくんとこ投げてた今日。あ、そう、朝レイくんしてたの私見てて。何、有料、ちゃんとした有料。いや、この無料だね。ああ、うん、ゾンビ、ゾンビって見える。固め、怖っ、カラス怖っ。
ね。目取られるって。ちょっとトイレ行きたいな。じゃあ行こうかも。ごめん。あとパンツ見せよう。今日何色？今日？今日ピンク。今日ピンクなの。うん。あ、タバコ忘れた。よかった。確認する癖あって。タバコだけならまだしも、ジップ入ってる。あー、よかった、気づいて。今日何色って普通に答えるっていう。うんこの色じゃない。下着。え？え？下着。うんこ？うんこって聞いてる。あー、トイレ？うんこ？あー、違う。普通にトイレ、うん、普通にトイレってなんだ。キョリちゃん、屁出る？人前ではしない。ほんで我慢しすぎてお腹痛くなったりしない？でもそれはないけどね。ペは？寝てるかわかんない。俺今度さ、キャリーちゃん寝てるところでさ、ヘイコックが観察してていい？みんなで。やだ。めっちゃ嫌なんだけど。しないと思うけど。キャリーの手待ち配信。やだ。だからなんか芋とか食わせてさ、晩にね。あー、手待ち。なんで、一応女の子なんだけど。じゃあやめようね。別にしてもいい、どっちでもいいよ。ちょっと閲覧は来そうだけど、なんか手待ちで。じゃあ皆さん、僕たち着いたんで、あのお楽しみでね、キャリーちゃんがどんなメガネを購入するか。あの帰りはたくまくん枠でね。お願いします。あと拳もまだの方お願いします。ありがとう。拳お願いします。楽しみにしてて、ありがとう。拳どんなのがいいかなってちょっと聞いて。あ、ちなみにどんなのが似合いそう、どんなのがいいかな私。基本的には家ですっぴん時にしか使わないよね。あー、そうだ ね。あ、でも外に別つけに行ってもいい、つけてもいい。丸メガネ、茶色。俺も丸メガネだと思うんだよな。あ、丸メガネいいね。丸メガネが多い。黒縁丸でいいよね。黒縁、うん、黒丸、OK。 茶色っていうのもあったけど、合わせてみようか。合わせてね、そうだね。